それって、私とおしゃべりしたいってことですか？時間を無駄にするようなことってあまりしないんですが。戸惑うのはわかるが、現実から目をそらすものじゃないよ。仕方ありませんね。もうあなただったら、ダメってことはありません。気分転換です。これが運命です。